渋谷教育学院幕張帰国子女入試ですね。これどっちでもよくね。これもどっちでもいいっしょ。ネイティブたちがよく言う表現じゃダメなんだね。いやいや、もう完全 AK1 級レベルの単語じゃん。何これ小6に解かせんのこれは。こんなん出てくんだね。日本語にしても無理だもん、解けない。はい、ハローで始まりました。アムテッシャンです。さあ、今回はですね、渋谷教育学院幕張の問題に挑戦していきたいと思います。帰国子女入試ですね。はい、なので、小学生が解くわけですよ。でも、大学入試よりむずいって言われてるので、本当なのか、どうなのか、ちょっと検証していきたいと思います。リスニングは、スクリプトはあるんですけど、音声ないのでできないですね。残念ながら。で、まあ一応調べたんですけど、だいぶ書き換えられちゃってるのでできないですね。で、ライティングのトピックがあるんですけど、ちょっとライティングのトピックはもうこの後の仕事に間に合うので30分ある書けないですね。すんごい長く書かなきゃいけないですので。エッセイトピックは Imagine a stone, a flame, or a river. Which of these best represents your personality? Explain why. ということで、石、炎、川、どれが自分のパーソナリティを表してるか。石かな。 I always stick to the plan とかで行くかな。 I won't be at the mercy of others とか、そんな感じでやるかもしれないですね。 Flame だったらなんか冷めやすい、 River 流されやすいみたいなね。わかんないですけど、じゃあ実際に問題いきましょう。グラマーからいきます。正誤だ、直すんだ。これどっちでもよくね。まあ、正確にはこれだろうけど、ノーエラーもあるんです。これもどっちでもいいっしょ。正確には。ということは、そうだね。これネイティブスピーカーでも間違えるっていうか、ネイティブたちがよく言う表現じゃダメなんだね。正確な文法ですね、これね。はい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 。これネイティブに言ったら絶対間違えるやつ。自分はどっちでもいいって教えるやつがずらずら出てるんですけど。イディオムを答えるんですか。続いてボキャブラリー出てきましたね。超絶むずいレベルの単語。大学レベルだったら超むずい。わざわざ理工とかが一見いい。級レベル、はい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 、うわむず。いやいや、もう完全 AK1 級レベルの単語。何これ小6に解かせんのこれを。バカじゃないの。リーディングいきます。何単語が回答に関わるな。そんな記述ある。何をヒントに。そんな SF チックな話なのこれ実は。はい、おしまい。はい、いやー、むずい。いやー、今までまあ、灘とか、つくこまとか、開成とかやってきましたけど、高校ですね。あの高校入試たちは、考える力が必要。そんな難しい知識は問わないけど、その代わり、考えて記述するとかっていう力が必要でしたけど、これは、記述ないんで、まあ、英作はあるけど、ただ、問答無用に、知識。AK 級レベルの単語ボコボコ出してきて、で、それが正解に関わってくるって感じですね。いやー、むず。そして、なんだこの場面っていうのもありますね。どういうことなのこの話。はい、じゃあちょっと分析していきます。はい、では見ていきますね。グラマー。はい、全部合ってるね。ボキャビュラリー。はい、全部合ってるよね。はい、合ってますね。はい。で、読解。まあこれが一番難かったよね。スピーチは楽勝だった。はいはい、まあやっぱ灘とか開成よりは知識さえあれば解けちゃうんで、スラスラっていう感じでした。はい、なかなか大変だけど、いきますか。じゃあ最初が for sometimes です。違う、 sometime って分かりますので、で次が to study っていう風になってるけど、 than で同じ形を並べるわけだから studying っていう風になってるんで、 studying in the morning なので ing にしなきゃいけませんので、 to study ではなく studying at night にすると。で次が it could be dangerous or I think we ought to try は dangerous だから try すべきだっていうのはおかしいですね。だから yet、 しかしですね。小6ですよ。小6なのにこの but の意味の yet 出てくるんですね、はい、高校生でも授業してて知らない人いっぱいいるのに。長文中にも出てました、ちなみにこの yetThe school put their collection of student artwork on display なんですけど、まあね、スクールをデアで受けてもさ、いいんだけどね。あ
まあ一応はイッツにしないといけないでしょ、一応スクールっていうのね。だからまあネイティブでもやるやつって、イットの所有格っていうのはアポストロフィーつけない、これネイティブよくつけちゃう、ね、次 Ray was frightened or maybe he just pretended to はそのまま OK ですね。 pretended to be frightened ってことですから、はい、そのままで OK なので No error。 まあ大不定時とかってやつでしょ。 That night at the festival we met many people we had seen that afternoon、 これも問題ないですね、はい、時間前だから。 でもただネイティブは saw っていう人も多いですね。どっちが先でどっちがとか分かってるときは別に had tas 過去分詞にしないって人いっぱいいる。次ね、これね。Of the two brothers, Robert is oldest じゃなくて、二人の場合は is the older っていう風にしますね。the プラス比較級。で、私たち習うんですけど、ネイティブですね、これ the oldest っていう人がめっちゃ多いですね。二人でも oldest っていう人多い。ね、二人の場合は the プラス比較級だよって習うんですけど、実は the oldest っていう人が多いから、なんかね、正確な文法を求めてるよね。次が Because of recent threats made against the band, we have decided to beef up the security for the concert. Beef up で、それ強化するっていう意味です。はい、間違ってない。Boil down. I opened the door, but I could see nobody. は問題ないです。これ否定語。他のやつ、I could see anybody とか、couldn't see nobody とかですね。ダブルネガティブ使ってますね。次は、まあ、married with じゃなくて married っていう風にすればいいのですし、これは日本人が間違えるとやつだよね。ネイティブのやつじゃなかった。次の仕事が始まっちゃう。はい。続いて、ボキャブラリーですね。One, なんとか reading book is expanding one's vocabulary. これは簡単、benefit。次、due to なんとか weather conditions, the team decided to reschedule the hike. ハイクのやつを変えたっていうので、adverse ですね。adverse weather って、これトイックでも出てきたりしますけど、はい、良くない。adverse effect とかね、難関台では出てくるよね。あ、違う。で、sweater is なんとか texture と coarse ですね。粗い。髪の毛とかに使う。gruff, stingy, ケチと。ボード大胆。After hearing the closing statement, the jury left the courtroom to decide the verdict. はい、評決。評決ってもこれじゃないですよ。陪審ですね。と次。I cannot なんとか why you like that aggressive old cat. それが好きなのか理解できん。バーダムですね。はい、こんなん出てくんだね。一見一級じゃない。A fake handbag will never match a designer original. オリジナルには勝てんっていうやつだよね。だから本当にディフィートするわけじゃないし。イクウェイトね。なるほどね。これはもう完全に使い方で分かったっていうか、もう表現として分かった。日本語にしても無理だもんね。解けない。次が、we cannot なんとか when a natural disaster will occur, but we can なんとか response で、予測できないだから forecast とか anticipate とかなってなるね。で、response ですね。対応準備するだから prepare。なんで D。次、the なんとか of the illness seems to なんとか to the mishandling of foodstuffs。まあ、これ be related to でも A でしょ。origin ですね。illness っていうのが、飯ちゃんと扱ってなかったからそれによって起こっちゃった。っていうので、A。カタストロフィーとか。John was wearing headphones. He was なんとか to the なんとか danger. Oblivious! 忘れちゃうとか、わかんないってですね。Oblivion っていう映画あります。Approaching danger には気づかなかったわけですね。こんなむずい単語を出すんですよ。で、while he was なんとか trimming dog's clothes, the dog growled ですから ferociously っていうのは解きました。carefully にやってる、トリミングしてるんだよ。delicately とかっていうのはあり得るかもしれない。unfortunately おかしいし、ね。clumsily だったらちゃんとトリミングうまくできてないじゃん。conscientiously。conscientious 良心的な。で、次が、この小説。いや、むずいよ。Hulk って出ててさ、引っ掛けの選択肢に Green Monster っていうさ、あっちのハルクがいるんだよね。Goose とかっていうね、表現が出てて、まあ、ちゃんと文脈から判断するってやつね。状況がね、多分わかんない。Saucy とかね、難しい表現が問われてるよ、やっぱり。で、文脈、何とかもね、知らないでしょ。本文中に何出てないけど、ちゃんと状況から何ってわかんなきゃいけない。他にもさ、Whole house full of jolly people とかっていうね、楽しんでる jolly であるとか、まあ、無茶じゃないのって思うのが結構あったね。タイムマシーンなの？何なのこれ？っていう SF チックなんですけど、すごい。え？みたいな、問題でした。パーカー機能忘れてたわ。で、今ね、調べたら、思い出のマニーなんですね、この長文ね。だからさ、これ知ってたら分かっちゃうじゃん。ずるって思ったけど、ね、この映画見てたらさ、バレちゃうじゃんね、オチ。つか、分かんねえよ。そんなの。これで、50年違うんだ。ナースの意味がずれてるとかなのかな。乳児に乳を与えるっていうナース。まあそういった感じでナースの意味がずれてるっていうのとか、まあなんとなくタイムスリップしてんじゃないの的なさ、のは分かったけど、はぁ、まあなかなか、なかなかってか、これは、無茶じゃね？
続いて最後がこの UN のサミットのやつですけど、スピーチですね。まあ結構感動する内容で、アジェンダ、ヒドゥンアジェンダ、シークレットリーズンとかね、アジェンダで、他にもディテリオレートとかね、よくなくなるとか、まあ読みやすかったんだけどね、やっぱ難しい単語が回答に関わるんだよね。グリーディーとかさ、でファベラスとかいうなんだかわからない単語なんですけど、ポルトガル語なのかな、まあただ文脈でわかる、スラムだっていうのはわかるんで、いや、なかなか難かった。はい。ということで、もう次の仕事が来ちゃって、今もうメッセージが届いてるんですけど。はい。なんとか終わりました。はい。では、感想としては、むちゃ！はい。高すぎる。単語のレベルが。という感じです。だから、ここ受ける方はですね、非常に単語のレベル。そして、グラマーは正確なグラマーですね。ネイティブたちが使うグラマーではなく、日本で習う正確なグラマーを勉強しなきゃいけないという、はい。そういう対策が必要になりますので、頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.